門徳中学校、高等学校は、熊本県熊本市西区池田4丁目にある、市立中高一貫校、略称は、文則。時代のリーダーとなる、優れた人物の育成を目指し、1996年に設立された中学校である。少人数教育で個々を大切にし、隅々まで手が届く学習指導を行うほか、生徒の意識を高めるため、英語暗唱大会や各種試験に積極的に取り組んでいる。中学3年生の英語検定準2級及び漢字検定2級取得率は約8割に上る。また、中学3年時には海外語学研修を行い、イギリスからはキャップイヤー制度を利用した語学指導助手をモンゴル対オーストラリアからは留学生を迎え、国際交流を図っている。一方、日本文化体験、伝承や講演会、鑑賞祭事、茶道を取り入れることで、日本文化における礼儀作法の伝承を身につけさせている。門徳高等学校外観、崇城大学の附属高校であるため同大学への内部進学者が多く、毎年60名以上進学する。そのうち薬学部進学者は3割。近年は東京大学の合格者も増えつつある。校名の文則は学問を好み、人徳を備えた人材を意味する。部活動も盛んで、硬式野球部は全国高等学校野球選手権に2回出場し、相撲部も全国大会で団体戦、個人戦の優勝経験を持つ。毎年1回、姉妹校提携を結んでいるイギリスのハーロー校との生徒交換を通じて語学研修などの国際交流も行っている。東京大学レベルの難関大学合格をはじめ、国公私立大の医、歯、薬学部合格、国立高専編入学試験合格、理学療法士などの医療専門学校進学に対応した極め細やかな指導法により、県内有数の指導実績を誇る。平成26年度の卒業生は374名、進学実績として、国公立大学、準大学に54名合格、私立大学、短大に388名合格している。国公立大学、準大学の主な合格先として、熊本大学のうち、医学部医学科、熊本県立大学、東京学芸大学、九州大学、大阪大学、東京大学、東北大学、東京医科歯科大学、宮崎大学医学部医学科、地元の熊本学園大学、九州看護福祉大学、熊本保健科学大学をはじめ、早稲田大学、慶応大学を含む東京六大学、福岡大学、西南学院大学、立命館大学等に合格している。また、理学療法士等の医療専門学校進学を希望する生徒も多く、九州中央リハビリテーション学院等に、延べ13名合格している。理工科特別進学コースでは、国立高専編入試験に、熊本高等専門学校を、はじめ13名が合格している。見学の理念徳、知、体の調和と同時に科学的思考のできる、優れた人材の育成生活信条1、奉仕精神を旺盛にする。1、人の立場を深く理解する。1、物を大切にする。1、礼儀作法を実践する。校訓行学平身指定1女単育系、第72回国民体育大会第3位、第62回全国高等学校軟式野球選手、県大会出場第61回全国高等学校軟式野球選手、県大会出場第59回全国高等学校軟式野球。ありがとうございます。